皆さんこんにちは。テレビ学習室数学わかりますの時間です。私は講師の細野博樹と言います。どうぞよろしくお願いします。筆記用具とメモ用紙を準備してテレビの前で一緒に考えていきましょう。それではそろそろ本日の学習を始めましょう。今日の課題は平成25年度全国学力学習状況調査に出題された問題をもとに考えてみましたよ。この図のようにマグネットを正三角形の形に並べていきます。一辺に並べる個数を N 個とするとき、全体の個数を N を使った式で表すことを考えましょう。さて、どうやって考えたらいいのか、なかなかうまくいかない人もたくさんいるようですね。そこで登場、今日のますますポイント。このような時にはまず一辺を具体的な数で表して考え方の糸口を見つけていきます。まずこのように一辺に5個並べる時の全体の個数を求める方法を考えてみましょう。考える時間をあげますから、こんな風にしたらいいんじゃないかなというアイデアをメモしてみましょう。シンキングタイムスタート。では解説しましょう。いくつかの考え方がありますが、その中から代表的な考え方を3つ紹介します。A さん、B さん、C さん、3人が考えたこんなアイデアです。まず A さんのアイデアから。A さんはこんなふうに考えていきました。5個ずつのまとまりを作りましたよ。1つ目のまとまり、2つ目のまとまり、3つ目のまとまり。5個のまとまりが3辺あるので、5×3。ところが正三角形の頂点の部分をダブって数えているので、重なりの分3を引いて 5×3-3、 答えは12個となります。次に B さんのアイデアです。B さんはこんなふうに考えました。頂点の部分をずらして4個ずつのまとまりを作りましたよ。1つ目のまとまり、2つ目のまとまり、3つ目のまとまり。4個のまとまりが3辺あるので4×3、 答えは12個となります。次に C さんのアイデアです。 C さんはこんなふうに考えていきました。頂点の部分を考えずに3個ずつのまとまりを作りましたよ。1つ目のまとまり、2つ目のまとまり、
3つ目のまとまり。3個のまとまりが3辺あるので 3×3。 まだ正三角形の頂点の部分を数えていないので、頂点の分3を足して 3×3+3、 答えは12個となります。次に A さん、 B さん、 C さんの考え方で一辺に N 個並べる場合を文字を使った式で表してみましょう。 A さんのアイデアを言葉の式で表すと、一辺の数かける三辺引く重なりの分3となります。そこで一辺の数が N 個の時には N×3-3 となります。一方 B さんのアイデアを言葉の式で表すと、一辺の数引く1かける3辺となります。そこで一辺の数が N 個の時にはかっこ N-1 かける3となります。さらに C さんのアイデアを言葉の式で表すと、一辺の数引く2かける3辺足す頂点の数3となります。そこで一辺の数が N 個の時にはかっこ N-2 かける3プラス3となります。 A さんは N×3-3、 B さんはかっこ N-1×3、 C さんはかっこ N-2×3+3と、文字を使った式の表し方はそれぞれ違いますが、どれもこの問題の正解となります。文字を使った式で表す時のポイントは分かったかな？具体的な数で考えた後、言葉の式を文字に置き換えてみると分かりやすくなりますよ。ではちょっとの間ブレイクタイム。本日後半の話題はこれ。今日2つ目のますますポイントです。文字を使った式で表す良さについてです。文字を使った式で表す良さって一体どんなことなんでしょうね。ちょっと考えてみてください。実は文字を使った式で表す良さは次の2つなんです。1つ目、文字を使った式は
考え方を表している。二つ目、文字を使った式は結果を表している。これだけでは良さが伝わりにくいので、もう少し説明しますね。一つ目についてです。文字を使った式は考え方を表しているということですが、文字を使った式で表すことで、言葉の式と同様にどんなアイデアなのか、その人の考え方が読み取れます。言葉の式に近い良さですね。二つ目についてです。文字を使った式は結果を表しているということですが、先ほどのマグネットの問題、文字で表された式を計算すると、実はいずれも同じ結果になります。確認してみましょう。A さんのアイデアは、n×3-3 という式で表されていました。文字式の約束に従って、掛け算の記号を省略すると、この式は 3n-3 と表せます。一方、B さんのアイデアは、n-1×3 という式で表されていました。分配法則を使って括弧を外すと、こちらの式も 3n-3 と表せます。さらに C さんのアイデアは括弧 n-2×3+3という式で表されていました。これも分配法則を使って括弧を外し、同類項をまとめると 3n-3 と表せます。つまり A さんも B さんも C さんも考え方は違うけれど、結果は同じになるということがわかりますね。今日の内容についてよくわかったかな？一つ目は文字を使った式で表すときのポイント。まず具体的な数で考えてみるということでしたね。二つ目は文字を使った式で表す良さについてでしたね。文字を使った式は考え方と結果を表しているということでした。番組が終わったら忘れないうちに教科書やワークの問題を使って練習しておきましょう。後でやろうなんてなしですよ。合言葉はすぐやる、身につく、よくわかるです。なるほどと分かっているうちにすぐに復習することが大切ですね。それではまた次回お会いしましょう。筆記用具とメモ用紙を準備してテレビの前に集合してくださいね。See you! この図のようにマグネットを正三角形の形に並べていきます。一辺に並べる個数を N 個とするとき、全体の個数を
N を使った式で表すことを考えましょう。まずこのようにいっぺんに5個並べるときの全体の個数を求める方法を考えてみましょう。1つ目のまとまり、2つ目のまとまり、3つ目のまとまり、5個のまとまりが3辺あるので5×3。ところが正三角形の頂点の部分をダブって数えているので重なりの分3を引いて5×3-3、答えは12個となります。 A さんのアイデアを言葉の式で表すと、一辺の数かける3辺引く重なりの分3となります。そこで一辺の数が N 個の時には N×3-3 となります。一つ目のまとまり、二つ目のまとまり、三つ目のまとまり、四個のまとまりが3辺あるので 4×3、 答えは12個となります。 B さんのアイデアを言葉の式で表すと、一辺の数引く1かける3辺となります。そこで一辺の数がN 個の時には N-1×3となります。一つ目のまとまり、二つ目のまとまり、三つ目のまとまり、三個のまとまりが3辺あるので 3×3。 まだ正三角形の頂点の部分を数えていないので、頂点の分3を足して 3×3+3、 答えは12個となります。 C さんのアイデアを言葉の式で表すと、一辺の数引く2かける3辺足す頂点の数3となります。そこで一辺の数が N 個の時には、括弧 N-2 かける3プラス3となります。A さんは N×3-3、 B さんは括弧 N-1×3、 C さんは括弧 N-2×3+3 と、文字を使った式の表し方はそれぞれ違いますが、どれもこの問題の正解となります。 A さんのアイデアは N×3-3 という式で表されていました。文字式の約束に従って掛け算の記号を省略すると、この式は 3N
マイナス3と表せます。 B さんのアイデアはカッコ N-1 かける3という式で表されていました。分配法則を使ってカッコを外すとこちらの式も 3N-3 と表せます。 C さんのアイデアはカッコ N-2 かける3プラス3という式で表されていました。これも分配法則を使ってカッコを外し同類項をまとめると 3N-3 と表せます。つまり A さんも B さんも C さんも考え方は違うけれど結果は同じになるということがわかりますね。